ピピピ動画見てくださってありがとうございます。今日の動画は、なんと、元アパレル店員がお送りいたします。大人気企画、身長155センチ以下さん向けの低身長向けコーデの徹底解説をやっていきたいと思います。どうかな今の変顔。以前、このように低身長さん向けのコーディネート徹底解説動画を出したのですが、低身長で毎日悩んでるから、もっともっとコーデ徹底解説出してというコメントをたくさんいただいたので、今回はリクエストにお答えして、第2弾をやっていきたいと思います。今回は、バニーユーで購入した、女の子なら絶対誰でも大好きなカラー、ベージュをメインカラーとしてコーディネートを組んでいきたいと思います。ベージュだけど、こういう差し色を入れると、簡単に垢抜けられるよ、というコーデの組み方も、しっかりと徹底解説していきますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速動画、いくぞ。今回、ナレーションを務めさせていただきます、ベージャーと申します。秋って、ベージュが着たくなりますよね。I want to sleep high! デイガッパイエスタイパパイパタイパパイパベージャー。一コーデ目はミニ丈のジャンスカをメインで使ったコーディネート、インナーのアイボリーのチェックシャツにジャンスカを合わせベージュのキャスケットに三つ編みの女の子らしさ満点なコーディネートにしてみました。こちらのチェックシャツは少し大きめな襟がすごく可愛く、お袖がたっぷりな女の子らしいシルエットのチェックシャツ。チェックシャツといえば少し男の子っぽい印象になったりカジュアルなイメージがあるのですが、こちらのチェックシャツはめちゃめちゃ女の子らしく着れるものになっております。ベージュ、ブラウン、オレンジとマットした暖色の組み合わせがめちゃめちゃ可愛い。カジュアルな印象になりがちなチェックシャツは淡いカラーでまとめることにより一気に女の子らしく着ることができますよ。靴は締めカラーとして黒のスニーカー、ジャンスカは膝丈なので低身長さんにすごくおすすめのアイテム。今回はベージュで合わせてみましたが、黒のタートルネックやショートブーツなどに合わせて少し大人っぽく着る合わせもすごくおすすめです。2コーデ目は全体をアイボリーでまとめベージュのチェックシャツを差し色として使ったコーディネート。先ほど着ていたチェックシャツの色違いですね。このチェックシャツ好きすぎ。ボタンを全て閉めて着るのももちろん可愛いですが、ボタンを3つ開けて少し後ろに落としデコルテをちら見せして着るのもすごく可愛い。さらに女性らしさがグッとアップ。程よい肌見せで男を落としていきましょう。アウターは少し短丈なトレンドの白のダウン。白のダウンは秋冬一つは持っておきたいマストアイテム。今年はベージュや淡いカラーがトレンドなので、いろんなベージュのお洋服に合わせるアウターは間違いなく白ダウンがベスト。真っ白すぎないナチュラルホワイトも可愛さのポイント。スカートは身長160センチでスニーカーを履いてこの長さなので低身長の方がぴったりロングスカートとして履ける丈感になっております。私が普段履いているロングスカートよりもだいぶ短いので、低身長さんもヒールを履かずにそのまま履けるのではないかなと思います。3コーデ目はベージュにグリーンをアクセントカラーとして使ったコーデ。ベージュはワントーンでまとめるのももちろん可愛いのですが、ここで一つ簡単垢抜けポイント。ファイン、グリーンを差し色として持ってくるとすごくこなれ感が出る。こちらのワンピースは一見低身長さんには着れないんじゃないかと見えると思うのですが、ウエストにベルトを巻きクシュッとアップして丈感を調節すると低身長さんでも着れるワンピースになるんです。すごい。サテン生地でテロッとしているので無駄なゴワつきもなく、スウェットやニットをインナーに入れて着るのが本当に可愛いんです。インナーのスウェットも広めの首周りと少しピンクがかったベージュが本当に可愛い。髪型は羊ヘアアレンジにキャップで少しカジュアルに。以上、ベージャーが淡いベージュコーデをお送りしました。はい、せーの、タイガファイヤーサイバーファイバーダイバーバイバーベージャー。以上、低身長さん向けのコーディネート徹底解説でした。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したアイテムの中でモモチの一押しは、ふわっとした素材にお袖のたっぷり感がたまらない秋らしく女の子らしさ満点なチェックシャツと、秋冬には欠かせない絶対一つ持っているとどんなコーデにも合わせられるふわっと可愛い白アウター、こちらの2点がモモチ的めちゃめちゃグッときたアイテムでした。ぜひ秋冬のお買い物をする際の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。本日もお忙しい中動画を見てくださって本当にありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ってくださった方はチャンネル登録決定でよろしくお願いします。毎日22時からインスタライブもしておりまして、週末のお買い物に今買うべきアイテムをおすすめする週末ももち服という企画や、サムネタイトルや概要欄をみんなと一緒に考えながらももちの YouTube をみんなで一緒に作っていこうという YouTube 企画会議など毎日様々なインスタライブを行っておりますので、ぜひ概要欄から見に来てくださると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしまーす。バイバーイ。ビビビビビ。今日も見てくださってありがとうございました。安定の今何時コーナー。ただいま夜中の2時39分でございます。ありがとうございます。
やベージャーがね、2回目の登場やってんけど、みんなどうやったかな。低身長さんでも着れるボトムや、まあ、低身長さんでも着れるワンピースとか、そして今年の秋ガチ落ちの淡いベージュのアイテムのご紹介でした。明日も6時起きなので、今日は4時には寝たい。おやすみー。バイバーイ。見てくれてありがとうねー。バイバイ。